永山電鉄700系電車は1987年から1988年にかけて永山電鉄が導入した電車である。在来車の機器を一部流用した上で8両が向川車両工業で製造された。全車が両運転台構造の制御電動車で改造元となった車両によって3形式に細分される。また、本校では、 永山本線上で南側を出町柳より、北側を八瀬よりと表現する。永山本線、倉間線の乗客は、モータリゼーションの進展により1964年をピークに減少を続けていたが、1978年9月に京都市電が全廃されたことで、他の鉄道路線と永山線との連絡が立たれ、京都市内中心に直行する。 バス路線の充実もあって乗客が一気に減少。永山線は年間6億円弱の売り上げに対し5億円以上の赤字を出す状態となった。永山線の再建が京福電鉄、京福電鉄を傘下に持つ京阪電気鉄道の大きな経営課題となり、1982年に京阪車内に京福電鉄再建対策委員会が設置され、 京福電鉄グループの再検索が協議される中、永山線については、京福電鉄から切り離して、小回りの利く経営体制を取ること、人件費を含む経費の節減、設備の近代化を図ることが決定した。1985年7月に、京福100%出資の永山、電鉄株式会社が設立され、翌1986年4月から永山電鉄に、 映山本線と倉間線の運営が遺憾された。新会社発足後の施策として導入から50年以上経過したものも含まれていた。在来車両をワンマン運転に対応した車両に置き換えて合理化を図るとともに ATS 導入、冷房サービスの提供による近代化を行うこととした。以上の経緯から導入されたのが700系である。 改造元となった車両により3形式に分かれ、デオ710型は、デナ21系、デオ720型はデオ200系の台車、手電動機を流用して、デオ730型はデオ300系の改造名義で製造された。2018年には一両が、観光電車、ヒエイに改造されたほか、2019年から、リニューアル工事が施行されている。観光電車、 ヒエイは2019年鉄道優の会、ローレル賞を受賞した。前面は、車体上下端が、正面層下部に対して、区の地型に 120mm 交代するよう傾斜した、非貫通式で、柱のない大型ガラスを採用。正面窓には、電動式ワイパー2個が設けられた。正面窓上には、ザ山電鉄発の電動式方向膜が、左右2個の全照灯と、 同じ横長のガラスにワンマン運転表示器と共に収められた。側面は客用扉が客室両端に寄った片開きに扉となり、客用扉のさらに車探索に引き戸の乗務員扉が設置された。2箇所の客用扉の間には7枚の窓が設けられ、中央の1枚の未長望を重視した熱線反射合わせガラスの固定窓となったが、その他の6枚は、 下段固定、上段加工の二段式開閉窓である。戸袋クロには窓が設けられなかった。客用ドアの脇には、車外スピーカーとワンマン運転時に出入り口を示す、表示灯が設けられた。正面の車両番号は板に取り付けたものが窓内に設置され、側面の車両番号は、永山電鉄電灯の楕円形のものが、倉庫に取り付けられた。車体は、 従来の永山電鉄車両と異なり、ワンマンで運転されている車両の識別を容易にするため、上半分ブラウンベージュ、下半分新緑の塗装から、警服グループのバスなどと同様の色彩が採用され、アイボリーを主体に、側面窓周りと、雨どい、車体下端、正面倉下をマルーンとする塗り分けとなった。三十一号車、車内座席はべてロングシートで、座席の色は、 コ天井が白、壁と床は薄いグリーンとなった。天井には、冷風ダクト、ファン、冷房装置のリターングリルが設けられた。登場時は、ワンマン運転時の車内の見通しを確保するため、中吊り広告の枠が設けらなかった。乗務員室との仕切りは、ワンマン運転に備えて、運転席後部の窓が下方に広げられ、その部分に運賃箱が設置されたほか、 運転士がミラーにより客室の確認が容易にできる要中央上部の壁がない。運賃箱上部には運賃表示器が運賃箱と反対側のドア横には整理券発行機が取り付けられた。723号車の運転室正面は大型窓の正面非貫通式となったがワンマン運転時の客扱いを容易にするため運転席は 在来車同様左側に寄せられている。デッドマン装置付きの主管制御機、制動弁は5度傾斜して取り付けられた。運転士前のパネルは、キメの化粧板となり、ワンマン運転用の放送装置のスイッチなどが、主管制御機と制動弁の間にある。運転席内にも、冷風ダクトが引かれるとともに、扇風機が設置され、作業環境の向上が図られた。ここでは、 各社の共通事項のみ扱い、形式ごとの相違点は口述する。全車主制御機は、軽犯を打つ1260型から流用された、電動化無軸式 EC-260 が搭載された。改造元となった車両には異なる制動装置を採用していたものもあったが、700KA の改造にあたっては、取り扱い共通化のため全車 SME が採用された。 プー3044冷房装置冷房用などの補助、電源装置は、野生よりの屋根状に、容量3 9区の静止系インバータが搭載された。1987年製造車用は、フィルタ部分は箱から張り出している。冷房装置は、車両中央部屋値上がりに、容量、15. 1 5 1ットのプー30442機が搭載された。 改造元の車両から流用された TDKC3、菱形パンタグラフ1機が、出町柳寄り台車直上に設置された。パンタグラフは、順次、PT-4202 に交換されている。電動空気圧縮機は、電動機出力 4.2kW の DH-25 が搭載された。700系電車は、改造元となった車両により、デオ710系、 デオ720系、デオ730系の3形式に分かれる。前車が両運転台構造の制御電動車である。では、電動車を、おは、大型車を指す略号であり、形式名の前のカタカナ2文字はこれらを組み合わせた、ものである。デオ710系の改造元となった、デナ21系712号車711号車が1987年7月、 712号車が1987年8月に、デナ 21K23.24 の台車、主電動機、駆動装置、終電装置を流用し、吊り掛け式駆動で登場した。台車は、日本車両製 D-15、主電動機は、東洋電気製、TDK557、駆動方式は吊り掛け式駆動装置である。711号車のみ、登場時は、 正面窓内側下部に銀色の線が入っていたが、すぐに消されている。デオ720系の改造元となったデオ200系722号車アイボリーとマルーンの塗装時代1987年10月に721号車、11月に722号車がデオ200系203-204の台車、主電動機駆動装置、終電装置を流用し、 吊り掛け式駆動で登場した。翌1988年6月に723号車、7月に724号車が、同様にデオ202.201の機器を流用して製造された。台車は、近畿車両製、K63、主電動機は三菱電機製、メガバイト 115AF 主電動機、駆動方式は吊り掛け式駆動装置である。 1988年製造者の未乗務員室、扉上に水切りがある。デオ730系の改造元となったデオ300系1988年12月にデオ300系301.302の改造名義で731号車、732号車が製造された。デオ300系の台車は軸距が長く、これを採用すると、 床下機器のレイアウトが成立しないため、台車は、k 8 8 0 0系から流用されたものが装備された。台車は、住友金属工業製 FS-31 車、主電動機は三菱電機製メガバイト -3005D、駆動方式は、WN ドライブで、当初からカルダン駆動となった。このため、デオ300型から流用されたのは、パンタグラフだけと言われている。 また、1988年製のデオ720型に合わせ、乗務員扉の上に水切りが設置されている。登場時の各形式の処元を可表に示す。各形式共通の数値は、冒頭の表を参照のこと。700系電車には製造後各種の改造工事が行われている。デオ720系電車に対して、軸受けをローラーベアリングに 変更、一体圧縁車輪に交換するとともに、歯車比を3.05から2.85とする工事が1991年から翌年にかけて施行されている。吊り掛け式駆動装置で製造されたデオ710型は、阪神電鉄から購入した TDK-818A 型主電動機と、新調した FS-551 台車に1992年に、 交換され、中空軸平行、カルダン駆動になった。デオ710型から外された台車、主電動機は、デナ124、125に転用された。デオ720型は、京阪1900型から流用した、TDK-809A 型主電動機と、記者会社製 KS-70 台車に2002年から2005年にかけて交換され、 デオ710型と同様に中空軸平行、カルダン駆動となった。カルダン駆動に改造後の各形式の主要諸言は次の通り、各形式共通の数値は冒頭の表を参照のこと。全車両に対して1996年にドアチャイムとそれに伴う蓄電池の取り付けが行われた。デオ730型は1996年に 蓄電機を搭載するスペースを確保するため、抵抗機が小型のものに変更されている。2005年から2011年にかけて、全車の塗装がクリーム色に変更された。車両元に山、もみじ、川、新緑をイメージした帯が倉庫に分かれ、各色に両ずつが登場した。最初の新塗装車は711号車、最後の旧塗装車は724号車だった。 700K には右の写真に示すような小規模な回収が適宜行われている。LCD に変更された運賃表示機と IC カード対応の料金収受益2016年3月16日から永山電鉄で IC カード式乗車券の利用が可能となったことに合わせ運賃収受機と運賃表示機が対応したものに変更されるとともに 整理券発行機が撤去されている。2016年7月に定期検査が施行された723号車、2017年8月に定期検査が施行された721号車の内装が変更され、乗務員室との仕切りが茶系の木目調、床が焦げ茶の木目調、座席が721号車は緑色、723号車は黄緑色となった。 キロワットマイナス31系台車搭載している種、電動機の予備品確保が困難となったため、2017年10月から、デオ710系、デオ730系の台車、主電動機を、k 半5000系の廃車発生品と交換する工事が行われている。2011年以降、一部車両が放文車などとの共同企画で、映画系音、ON、など、漫画のヘッドマークなど、 各種装飾列車の運転を行っている。2013年9月21日から2017年5月17日まで、732号車を、京都府警下鴨警察署などと連携して、パトカーと大型輸送車をイメージしたデザインのラッピングを試行し、下川もパトレインとして運行した。2015年9月27日から、 永山本線開業90周年を記念して、731号車の内外装を開業時に使用された出ないチ型を模したものに変更し、ノスタルジック731として運転している。2016年3月28日から2019年3月10日まで、京都市左京消防署と共同で、712号車を、消防車と救急車をイメージしたデザインのラッピングを施行し、 エイデンマとイゴーとして運行した。ドゥーユー京都ラッピングが施された723号車2017年3月29日から2019年3月上旬まで723号車に、染色工芸作家羽田時がデザインした経由前の着物の柄を使用したドゥーユー京都ラッピング列車を運転した。 三陸鉄道カラーになった712号車2019年3月31日から712号車を三陸鉄道36の700系機動車をイメージした塗装に変更して運転していた。当初は約1年の予定だったが三陸鉄道の例は元年東日本台風被害からの復興応援のために2020年9月30日までに延長されている。 大園をモチーフにした全面警犯グループの経営戦略の一つに位置付けられた比叡山、琵琶湖を周遊する観光ルートの活性化の一環として新たな観光用車両が映山本線に導入することが構想された。当初はパノラマ車両とすることも検討されたが、すでに900系、キララがあることから特徴ある別のコンセプトとして比叡山、倉間山の持つ 神秘的なイメージがダイエンをモチーフした衣装で内外装に再現された。導入から30年が経過し、改修の時期に達している700系のうち732号車を、これに乗ってみたいという魅力ある、コンテンツ作りの一環として改造。デザインは GK デザイン創建広島。工事は川崎重工業が担当。比叡イの愛称が付けられた。2018年度グッドデザイン賞。 2019年鉄道有の会、ローレル賞を受賞した。LED 式の微灯正面に大きな楕円形のリングが設けられ、視界を確保するため、運転席が 300mm 車体中央よりに移設されている。視界の確認のため、窓ガラスの実物大模型を他車両に取り付けた検証も行われた。全商灯は窓の上下に一つずつ LED 式のものが微灯は 窓の下に楕円のリングに沿って LED 式のものが配置された。二つの前照灯は、比叡山と倉間山を表している。連結運転を行う場合、前面のリングの下部が取り外せるようになっている。側窓は楕円形の固定窓となり、車体中央部には床まで達する大型窓が設けられた。車体外部は新緑色に塗装され、 比エイさんの三ムをイメージした金色のストライプが倉庫に入れられた。客用扉の窓も大型の楕円形のものになった。飛ぶクロブには大地から放出される木のパワーと透過を抽象化したシンボルマークが描かれた。内装を継ぎ目が目立たないフラットな仕上げとするため壁厚さは改造前より約30ミリメートル厚くなった。壁は緑系の色調で、 内幅が狭くなる分、座席形状を工夫し、乗客が足を投げ出しにくい構造が採用された。車体中央部分には立ち席スペースがあり、乗客がよりかかれるよう壁に背当てが取り付けられた。座席は一人あたりの幅 525mm、奥行き 560mm、角度15度のバケットタイプとなり、側柱を利用したヘッドレストが設けられている。 座席を持てぬのは、黄色系で、神秘的な力、木、お山の刀工線、歴史の積層をイメージした模様が入れられた。座席端部には、衝突時などに乗客を保護するための大型の袖仕切りがあり、楕円形のスタンションポールが袖仕切りに取り付けられている。痩せより扉脇には、車椅子スペースがあり、折りたたみ式の座席が設置された。一部座席は、 優先席となり、ヘッドレストの色を茶系とすることで識別されている。天井は大型の製風板を設けた、すっきりとしたもので、LED 式のダウンライトが設けられている。正面行き先表示装置は、フルカラー LED 式となり、日本語、英語、カンタやザ中国語、韓国語で表示される。側面の行き先表示も、同様に4カ国語で表示されるが、こちらは、 白色 LED となっている。車内案内装置は従来車同様、15インチ液晶式のものが前後壁面上部に取り付けられ、運賃、自液の案内が4カ国語で表示される。案内放送装置は従来の手動式から自動式に変更された。台車は川崎重工性キロワットマイナス31、主電動機は 東洋電気製 TDK-8120A1 パンタグラフは下枠交差式東洋電気製 PT48E 電動空気圧縮機は HS5 に交換された。2019年10月5日から2020年1月13日までローレル賞受賞を記念する装飾が施された。登場から30年が経過した2019年から リニューアル工事が施行されている。痩せよりドア脇への車椅子、ベビーカースペース設置などのバリアフリー対応、着座位置の明確化のためのセミバケットシート化、優先座席の色変更、スタンションポールの設置などの内装の更新、多言語対応、安全性向上のための車体全面強化、全面ブ多い設置などの改造が、半身車両メンテナンスで施行された。 省エネルギー化のため、側窓は熱線吸収ガラスとなり、車内照明が LED 化された。パンタグラフは、下枠交差式に、空気圧縮機は、ヒエと同じ HS5 に交換されている。2019年3月に最初に竣工した722校舎は、沿線の神社仏閣をイメージした朱色に外部が塗装され、同年3月21日に営業運転を開始した。 稀に運転される二両連結平日夜間に、運転される700系のクラマき700系は1987年12月10日から、永山本線のワンマン列車用として運用されたが、八両が揃ったところで、クラマ線にも運用範囲とワンマン運転が拡大された。平日朝から日中は永山本線運用を呼び、クラマ線に賢者山での折り返し運用に使用され、 夕方以降は一部の倉行駅にも運用される。通常は単行運転であるが、二両連結で運用されることもある。冷えは時間限定で運転され、毎週火曜日は検査のため運休する。ありがとうございます。